彼の名前は石垣元信。彼は過去一撃というチームでブレイクダンスの世界大会2位という経験がある異色の経歴を持つ弁護士だ。平成24年4月、社会を賑わせたある事件が起きる。大阪市北区中崎町の老舗クラブヌーンが風営法違反で摘発された。風営法は設備を設け客にダンスをさせ、かつ飲食させる営業を風俗営業とし、事前に公安委員会の許可を得なければ営業できないとしている。摘発された当時、ヌーンではイギリスのロックミュージックをテーマとした DJ イベントが行われていたが、オーナーを含むスタッフ8人が大阪府公安委員会の許可を得ず、ナイトクラブその他設備を設けて客にダンスをさせ、かつ飲食させる営業を行った容疑で逮捕された。オーナーらヌーン側は裁判の中で、風営法のダンスを指標とする営業規制そのものがもはや時代にそぐわない時代遅れの規定だと考え、無罪を主張した。有罪率 99%、これは起訴された事件が有罪になる確率である。一般的に 99.9% っていう、まあドラマもあった通り、はいはい、刑事事件として、裁判にかけられてしまうと、有罪になるっていうのが日本の刑事司法の今までの流れなので、まあ、この事件も風営法に違反する、風営法の許可が必要なのにその許可を得ずに営業していた、まあ、そうやって起訴されてしまったということになれば、一般的にはもう可能性としてはね、限りなくゼロに近く厳しいという状況がありますね。彼は当時摘発された大阪のクラブヌーンのオーナー金光さんに会いに行った。摘発された当時、金光さんはどのような思いだったのか。最初はなんでうちやねんとか、でそもそもずっとその風営法というの自体が、その納得いてなかった。例えばクラブがなんでその風俗営業になるっていうところも、もう長年ずっと納得いてなかった。でも法律がそう言うならばそうやの、警察が解釈してると言うんであれば、もうそこに抗えないわ、だそこはもう諦めになってるから、彼はなぜこの状況に飛び込もうと思ったのか。弁護士になった1年目もすごい不安感しかなかったんだけど、じゃあ僕が培ってきた力をなんか活かせる場所ってどこなんだろうっつってアンテナを立てていて、クラブでダンスをさせる営業っていうのが、風営法で規制されてるっていう、まあ、そういう事件が発生したと。本当に体感してきたことだったり学んできたことっていうのを生かすことのできる場所だなっていうふうに感じたので、これは思い切って全力を尽くして取り組もうという感覚になったっていうのが、まあ本当のところですね。不思議とどうせ無理っていう感覚はなかったですね。でそれは一つは本当に週1回のペースで、僕も大阪まで行かせてもらって、
ち合わせを重ねて、やっぱり多くの賛同者もいて、それは学者さんなんかも賛同してくださって、誰が、この事件の内容概要を聞いてもやっぱりおかしいよねという感覚をきちんと共有できていたし、まあ、そのためにじゃあどう戦うかっていう、まあ、戦略とか戦術面も共有できていたし、その中でどうせ無理という感覚は全く生まれなかったかなっていうのが実際のところですね。そこを飛び越えさせてくれたのはやっぱり弁護士や、ヌン弁護団が、いやそれ違いますよね、でそもそもこの法律ってっていうところに踏み込んでいたわけ、ヌン弁護団、そんな考えしてええのってなるわけや、俺も。彼らがどうせ無理を覆した方法とは、実はね、弁護団が結構な人数いてんの、全国で20数名弁護団がいてて、でもクラブとかダンスとかのことを実は分かってる弁護人っていてない。クラブカルチャーとか、ね、そのダンスカルチャーとかそういうものを説明するのがむっちゃ大変、俺が言ったところでなんていうの伝わらへんわけ。でも逆に石垣君が言えば伝わんねん。でももっと言うなら踊ってるもんから終わりいい翻訳ができたんじゃないかなって。そのやっぱり裁判をやる上ではちょっと裁判の作法で言葉遣いで、法律にきちっと載せて、説明をしていかなきゃいけない、主張していかなきゃいけないっていうところで、まあ、金光さんのこう荒ぶった魂みたいなそのものだけぶつけてもやっぱり形にはならなくて、それを僕は多分体感をこの場でいろいろさせてもらっていたから、まあ、フライヤー、イベントフライヤーのなんかを、まあ、ばらまくっていうか、そうやって多くの人を巻き込む。まずフライヤーで告知するっていうのはもうクラブがもう普段からやってることやったり、署名運動に関してはまあちょっとしたアドバイスをもらって、それをやって、ただ署名自体はアドバイスをもらったんだけれども、どうやって署名するかに関してはフェス行こうや、10万筆集めようという目標があったから、10万筆なんてなかなか集まらない。ほんならもうどっか大口のところ行こうって言って、で結局フェス行って、ほんならまたクラブの事業者が集まってたから、フジロックの日高さんとかもめっちゃ協力してくれたり、あとサマソニー そのクリエイティブマンとかも、いやじゃあもうぜひやってください。そんなんでもみんなやっぱりすごいこう音楽とかダンスとかそういうカルチャーにフェスをやってる人たちでもめちゃくちゃ熱い思いがあったから、だからその場所で署名どうぞやってくださいという許可をもらった。僕もやっぱ鳥肌立ったんですね。俺も立った。どんな感覚やったんですか。ゾワーってこう鳥肌がこうつま先から順番にブワーってこう全身来て、もうこの辺までこうズワッてこう、なんかこう一瞬でズワッて後ろのザワつきとか、あもう感じました。感じた。おおっていうどよめきあって、だからそんな感じでもこうここでじゃあ自分はこれが結果じゃないと思ってるから、だからさあどんなその無罪の内容なのか、そこを聞かせてほしいから、まだガッツポーズはできへんかったんで。金見さんはこうかっこいいと思うものをヌーンという場所で表現されていらっしゃるから、ちょっとやっぱりこう今までの無罪とは違 まあ、ヌーンらしい無罪を出さなきゃいけないなということで、まあ、いろいろ考えた結果、まあ、友達の書簡にですねお願いをして、まあ、無罪の字を、まあ、書道で毛筆でですね書いてもらうんですけど、踊るような無罪を書いてくださいっていうリクエスト、まあ、非常に躍動感のある無罪の旗を、まあ、作ってもらいました。やっぱりそこやねんな。俺やっぱり全部そういう表現をこの裁判でもその風営法の改正運動でもそこをやっぱり なしではなんか嫌やって、例えばフライヤーの問題やったり、その署名をどうやって集めるかの問題やったり、いちいち全部俺はちゃんと
表現したいわけよ。でそれがバシッてここでも表現したっていうのが俺もめっちゃファインプレーやなと思うね。ああ、あれは裁判とかですね、弁護士肩書きがどうこうとか関係なく、多分僕たちの日常生活がそれが受験勉強であったとしても、社会人としての目の前の仕事だとしても多分変わらなくて、今の僕たちが持っているものを生かしていって、その積み重ねがどうせ無理をひっくり返す。